好き石井亜美です。今日は私の経験談をもとに梅干しだからこそできる美瑛の効果をご紹介していこうと思います。まず私はもともとめちゃくちゃ冷え性で、夏でも手先とか足先指先が冷たいっていうのが当たり前だったんですけど、あることをするようになってから冷え性がもう完全に改善して、今では平熱も基本的に高くて、で体温が高いと代謝もアップして脂肪も燃焼しやすくなって太りにくい体も作れるようになっています。どうやってその体質を作れるようになったかというと、チャカ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 チャ、おばあちゃん世代とかに聞くともしかしたら知ってるかもしれないんですけど、自然のお薬とも言われてるぐらい老回復、風邪予防、あと美肌効果だったり老廃物を流してくれるっていう効果もあるので、デトックス力もあって体がポカポカになって体温を上げてくれて冷えを解消してくれるという、いいことずくめの万能のお茶の飲み方です。以前私昔発酵カフェでバイトしてて、健康オタクなんで原材料にこだわってていいものしか使っていないところだったんですけど、このキッチンで働いてる方に発酵アーティストさんっていうのがいらして、梅醤番茶っていうの本当に体がポカポカになっていいんだよって言ってこうキッチンで作ってくれてっていうのが初めての出会いでした。初めて飲んだ時はって思ったんですけど冷え性が気になっていたので直したいなと思って、そこから1年ぐらい本当に毎日飲むようにしたら、今もう冷え知らずすぎて万年暑いですもうとにかく太りづらくなりました。そして今回バンブーカットさんという梅干しの魅力を日本のみならず海外にもじわじわと広めている素敵なチームがあるんですけれども、コラボ動画のお話をいただいたので、もともともう梅干し愛してやまないし梅干しのパワーをすごく信じている人間なので、もう喜んでと思って、今回はバンブーカットさんと一緒に梅干しの魅力についてご紹介していこうと思います。立ち食い梅干し屋だったりとか梅干し作りのワークショップなんていうのも行っているチームです。今から梅醤番茶の作り方をご紹介していくんですけど、後にこの梅干しだからこそさらに梅醤番茶の効果がアップするという梅干しをご紹介していくので、ぜひ最後までお見逃しなくご覧ください。それでは早速梅醤番茶の作り方をご紹介していこうと思います。まず材料、じゃん、番茶、農薬とかをたくさん使われていないものを使うことをおすすめします。そして生姜とお醤油、主役となる梅干しを使っていきます。今回バンブーカットさんから送っていただいた梅醤番茶にぴったりの塩分がちょっと濃いめで本当に酸っぱい梅干しを使っていこうと思います。梅干しを適量ちぎって入れます。そしてお醤油を3滴ぐらい垂らします。そして梅干しとお醤油をここで一旦よく練ります。そしたら熱々の番茶を入れます。生姜をすりまして、生姜の搾り汁を入れます。お好みですが私はこの生姜のカスもそのまま入れて一緒に飲んでしまいます。よくかき混ぜたら出来上がりです。それでは早速いただきます。落ち着く味、体がポカポカになってきて疲れも取れるし、体温もすごくキープされるし、いろいろ調べると不妊症とかそういうのにも効果があるそうなんですけど、本当に体が温まります。私も20代からこんななんかおばあちゃんみたいな飲み物を愛していて、おばあちゃんに実際になった時どうするんだろうおばあちゃんになった時に逆にジャンクフードとか食べまくってたらどうしようとか思っちゃうんですけど、でいざ梅醤番茶を作ろうと思った時に、スーパーに出回っているような農薬とか添加物とか何を使っているのかよくわからない梅干しを使うのではなくて、体にいいものしか使ってなくてなおかつ美味しいという梅干しを使って作ってほしいわけです。というか私も作りたいわけです。ここで梅干しを日常に取り入れるならこの梅干しがおすすめというものをご紹介していきたいと思います。お教えしましょう。その名も梅子2018始まりますいや梅子って誰というなんかもうツッコミどころ満載の可愛らしいキッチュなネーミングなんですけど、なんと誰でも簡単に梅干しを作れるキットです。梅干し初心者のあなたも私もあなたも私も初めての人でも簡単に美味しい梅干しが作れて、あとスーパーではなかなか売っていない完熟の梅干しが産地から直送で届くそうです。完熟の梅干しの何がいいかというと、梅干しって完熟になる直前にクエン酸の効果が一気に上がるそうなんですね。で梅干しになぜダイエット効果があるかというと、クエン酸が脂肪燃焼効果やデトックス力を高めてくれるからなのです。あと梅子専用のお塩がついてきます。でこのお塩っていう
うのがどこにでもある塩ではなくてですね、ソルトコーディネーターの青山志保さんという方が梅子のためにブレンドして作ってくださった、梅子のための梅子による、あ、梅子、うん、ま、梅子のためのブレンドされた専用のお塩なわけです。このキットで作るとより美味しい梅干しを作ることができるよという、もうなんか全部いいとこ詰まってますっていうキットになってます。で、梅子でできる梅干しっていうのは昔ながらのもう食べた瞬間から酸っぱいって思うぐらいの梅干しなんですけど、あの梅干しって選ぶときにスーパーでもついつい減塩のものを選びがちではないですか。なんですけど減塩の梅干しって塩を抜いてる分栄養価も落ちているそうなんです。減塩が別に悪いってわけではないんですけど、正直もったいないというお話でもいざ梅干しつけるってなったところで、なんか容器とか用意するのすごくめんどくさいんですけど、私なら思うんですけど、樽も用意されております。でーん、こちらが梅子の1キロ分の樽です。で、梅干しって塩分が高いので梅干し自体にはなんと賞味期限っていうのが存在しないそうなので、あのこのちょっと大きいかなと思っても梅干しを常備するっていう考えでこの大きなサイズを作ってしまってもいいかなと思います。でもやっぱりこのサイズは大きいわっていうあなたに、こちら梅子のお試しサイズの 500g で、なんかこの入れ物もレトロで可愛くないですか。で、実際はこれに梅子のラベルがつきます。なんかワインの年号みたいにちょっと特別な存在に梅子がなるので、記念として梅干しをつけるのもいいなと思いました。梅子の本という、これを見ながらつけるだけでもうプロの味の本格的な梅干しが作れるよという、なんかお母さんとか家族へのプレゼントにしても楽しいなと思うし、あとお子さんがいらっしゃる方とかは夏休みの自由研究として梅子をやるのも面白いかなと思います。自分のためにつけて梅干しライフを楽しむっていうのもね素敵だと思います。私最近梅干しつけてるんだよねって始まったら面白くないですかまあそれを見といても、この梅子のキットは完全受注生産なので締め切りが5月31日までなので、ぜひ見逃しなく梅子をバイしてみてください。ちなみに発送は6月12日から6月16日を予定してるんですけど、あのやっぱり梅も生き物なので成長の具合によって多少前後することがあるそうです。一部自分で用意していただきたいものがあるのと、購入前に知っておいてほしいことなどもあるので、まずは概要欄の URL にあるバンブーカットさんのこの梅子における梅子のためのページをしっかりと読んでからお試しください。私梅干し食べない日はないくらい梅干しラバーなので、自分で漬けた梅干しを食べるのがすごく楽しみです。この動画を楽しんでいただいた、参考になったよって方は高評価ボタンとぜひチャンネル登録もお願いします。 Instagram、Twitter、オフィシャルブログも綴っているので、概要欄の下の方の URL からぜひフォローやチェックもお願いします。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でもお会いしましょう。アミシーこと石井アミでした。